はい、どうも、パチオです。今ね、岐阜県某所に来てるんだけど、てかね、ナビ通りに来たらね、とんでもない峠、峠なんだろうなって、まあ実際問題ね、なんとか峠って、笹形峠だっけな。なんかそんな名前がついてたんで、実際峠だと思うんですか。えらいとこにたどり着きました。実は郡上方面に向かってただけなんだけどね。まあ確かに道はなんか狭そうだなと思ったけど、ナビは別に普通に指示してるし、これで行けるのかなと思ったら、もうこんな感じっすわ。本当ね、今ね、対向車が、ここ2、30分で、バイク1台と、軽自動車 2台っていうことで、まあ、一般車両がないだけ、めちゃめちゃラッキーなんだけど。いや、えぐいな。どこへ抜けたかっていうのがわからんまんまだね。一応ね、その南とかは越えてるのよ。さっきそんな、南の方に向かう標識もあったけど、ナビとしてはこっちを指示してるからね。いやマジかよっていう。もうこれね、向こうの車が飛ばしとったらアウトやで。いやこういう道嫌いじゃないけどさ。おお、もうまだまだ登るね。まあ、これね、今映し出したのが、いやーこれ映そうって思ったのが随分経ってからだからね。まあ、十数分どころか20分ぐらいこんな感じなのよ。まあたまにね、集落とかあったんだけど、2、3世帯の2、3世帯のことを集落っていうのかっていうのはさておき。おお、いや俺岐阜県の土地感あると思っとったけど、これは知らんわ。もうね、ずいぶん長いこと携帯も繋がんないし、一応ナビは表示はされとるで、一応生きてはいるみたいだけど、ナビもこんなとこ連れてきといてナビ繋がらんくなったりしたら俺は恨むぜ。これでなんか脱輪とかしたら俺助けてもらえんだろうな。携帯の電波自体はね、もう長いことないです。民家があるとこですらなかったです。一部地域を除いてみたいな時の一部地域ってのはこういうとこを言うんだろうなみたいな。でも一番上の方に来たな。もう標高でいや結構じゃねえの。おい、まだ郡上まで行ってねえとこでこんな標高高いとこに登らされるってどういうことやっていう話だけど、どっかのスキー場ぐらいの標高あるじゃねえか。ほんと、これ覚えとこう。県道63号だな。うん、あ、でもこれ峠越えたかな。下りだぞ。よっしゃ。何しに来てんだよ俺って。なんか城とか史跡とかを巡ってたんじゃねえのかっていう。これでもさっき城一個あって、そこからその郡上八幡の方に向かってるわけだけど、こんなとこを通ってまさか攻め込まんわな。多分長良川の方に出ないとなんともならんと思うけど。おお、これ勝ち合っちゃったらどうしよう。よいしょ。
ひょっとしたら俺反対側から来たことあるかもしれんな。でもこれこの道多分ないとは思うけど、いいよ。ああ、まあ確かに美濃、美濃かもでも美濃太田の方とさ、あの郡上八幡の間ぐらいってすっぽりなんか自分でもわからんとこってあるよなとは思っとったけど、岐阜県の中でも東濃の方は東濃の方で、あの金山とか白川とかゲロとかね、そっちの方はわかるし、まあ中濃は中濃でね、関美濃かも、あの美濃とかね、で郡上八幡とかわかるけど、その間ってそういやわかんねえなってのは確かにあった。でもこんな風かよっていうね本当アルプスの山奥行かないとないようなえげつない峠がなんだ、なんとかボックス、ようわからん看板だったな。まさかこんなとこに消費者金融のあれないよな、そんな。でもようやく広くなった道が、まあもっとひどい道は全然通ったことあるけどさ、でも県道であれは嫌だな。九州の方、これ海抜774m、 竹山登山道 1100m。 へえ、これずっと山登山道なんだ。一応登山口とは書いてあるで、そっから登っていけるっぽいけどいつか来てみようかなんかここに来るまでで消耗しちゃって、そっから先なんか行けたもんかって思うけど、いつか来てみよう。だ逆に、いや、なんでこう、ついさっきまで関とかだったのに海抜770何メートルとか言っとんの。あっちの方では城があるような山でも、おネットがつながり始めた。よし、ゴール。まあいいや、とりあえずこれで終わりにしよう。寂しかったからとりあえずカメラ流してみただけだね。第一村人も発見したしね。じゃあ、バチョウでした。バイバイ。